おととい夜、鹿児島市でサマーナイト大花火大会が開かれました。花火大会としては日本で初めてとなるドローンによるショーもあり、鹿児島の夏の夜空を鮮やかに彩りました。サマーナイト見るために帰ってきた。東京に住んでます。あの家から見ることはあったんですけど、こうやって近くから見たのは初めてだったんですけど。ドローンがもうめちゃくちゃ数が多くてすごく綺麗でしたね。関東から来たんですけど、ちょっと鹿児島のあの花火、あのドローンも含めてすごい感動しました。うるっとしました。震災の あれも良かったです。すごく心に響きました。素晴らしい花火でした。クライマックスの花火がやっぱりもう連続でバンバン出てきて、もうすごく感動しましたね。圧巻でした。今までやっぱり閉塞感のある世の中だったので、すごくなんかこういう祭りでにぎわいができて、すごくなんか楽しいなって思います。最高でした。来年もこういう花火が見れるように願ってます。